最後のあのプログラムに移ります。お話しいただくのは内田達さんです。ご本も多数ですので、いずれかのご本を読まれた方もあの多いのではないでしょうか。私はあの大学の先生って思ってましたけども、お調べすると思想家、武道家っていうふうに出てあの来ます。本当にいろんなあの多彩な面をお持ちの先生ですが、それでは内田先生よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あのこんにちは、内田です。久しぶりに今日は平松さんとお会いしましたけども、私あの平松さんが大阪市長時代にですね、教育に関する特別顧問というのをやっておりまして、今でも覚えてますけども、まあ、あの特別顧問やってくれないって携帯に電話かかってきて、で、あ、いいですよって言って、で伺って、まあ、あの時々会って教育についてお話ししてくれたらいいから、あのご飯でも食べながらって言うんで、あの鷲田清和とかですね、釈徹宗とかですね、そういう友人たちと一緒にですね、平松さん囲んで自由に論じるっていうですね、ことでやってくださいと頼まれて覚えてますけども、あの大阪市長社に行ってですね、でそこで行ったら委嘱状っていうのを渡されて、あ、こんなものをもらえると思ったら、その後記者会見がありましてね、で記者会見があってテレビとか新聞が来てまして、で、記者会見があるなんて知らなかったもんですからね、いきなりあれこれ質問されてですね、どういう抱負で大阪の教育に臨まれますかって聞いたもんですからね、一つはとにかくですね、平松さんすごく立派な教育についての理念をお持ちだけれども、申し訳ないけど政治家はですね、行政の市長は教育には関与してほしくないです、ね、現場に任せてもらいたい。教育っていうのは基本高度の専門的な職業ですよね。でこれはまあ実際には政治イデオロギーともマーケットとも全く無関係にですね、経験的な知識に基づいて営まれるべきものであって、で、子どもたちの市民的な成熟を支援する活動ですからね、うまくいったかどうかってことなんていうのは1年や2年で分からないんですよね。長期20年30年50年というスパンで取っていかないと結果は分からないわけですから、こういうものに関してはですね、その短期にコロコロ変わるようなものに委ねてはいけない。政治イデオロギーとマーケットの動向というのが一番コロコロ変わるわけですよね。平松さんは立派な方だけども、でも平松さんがその後ですね、任期が終わった後に違う人になった場合は、まずそこでですね、今ここで平松職の強い教育改革を行った場合はですね、その後また大きく変わらなきゃいけない。それによってですね、一番困るのは教育現場と子どもたちだから、申し訳ないけども、教育には口を出さないでほしいってですね、委嘱状をもらったばっかりの平松さんにも申し上げたら、平松さんがですね、ちょっと若干顔面蒼白となってたんですけども、あともう一個聞きたいっていう、もう一個じゃ言いたいことがあるんですね。もう一つはそこに記者会見に来てる人たちにですね、悪いけどメディアの人も教育に関しては口出さないでほしいって言うんですよ。皆さん方はね、ニュースを売るのが売り物だから、ニュースが売り物でしょって、新しいことが売り物だから基本的にはですね、変わってほしいんですよね。何でも変わってほしい。教育制度もですね、学校の仕組みもですね、とにかく変われと。社会がどんどん変化してるんだから、変化に合わせて変わるべきだっていうのがですね、申し訳ないけどメディアの人たち全員の基本の前提なんですよね。世の中変わるべきである、どんどん変わるべきである。そうですよ、ニュースが商品なんですからね、商品をどんどん作ってほしいわけですよね。自分ニュースの市場をにぎやかにしてほしい。だから教育も当然変わってほしいですね。社会のニーズに合った形でどんどん変わってほしいというふうに思ってらっしゃるでしょうから、そういうことはしてほしくないですね。教育って非常に惰性の強いものですよね。さっきも言った通り、我々の社会の未来を担う子どもたちですね、彼らの成熟を待つための、彼らをまず一つは保護しですね、子どもたちを守り、子どもたちの成熟を支援していって、そして彼らにですね、未来の社会を担ってもらおう、そういう事業ですからね。基本的には、でこの教育ってのはもう言ってしまうと何万年も前から始まってるわけですよね。人類が始まって以来ずっと我々は次世代を教育してきたわけですから、もうそこにおけるですね、ある程度の成功体験と経験則はあるわけだから、それを踏まえてじわじわと進めていくべきものであってですね、大きく変えてはいけないっていうことをですね、申し上げたんですね。でその考えっていうのは今変わってないんですよね。今日維新の政治のことでいろいろとお話してましたけども、やっぱ極端にですね、現象がはっきりしているのっていうのは行政と教育と医療ですよね。この3つのところにおいてですね、まあ、大きな失敗を維新は犯したと、失敗を犯したというふうに多分主観的には思ってないと思うんですけども、やりたいようにやった。
その結果こんなことになってるわけですけどもね。でも未だに多くのですね、大阪の府民市民はですね、維新支持しているわけですね。それは行政、医療、教育に対してですね、彼らがやったことは正しいと思っているわけですよね、依然として。特に在阪メディアがですね、非常に支持しているということを言ってましたけども、これ在阪に限らないですよね。メディアっていうのは基本的に変化を好むんですよね。で、できることだけなんかラディカルな変化を求めるわけですよね。システム全部崩すような変化を求めてしまう。それはまあメディアの本性なんですよね。で、そこはあんまり詰められないんですけれども、でもこの行政と教育と医療を主なターゲットにしたという点について言うと、僕は維新というのは侮れないと思うんですよね。なかなかまあ直感的に選んだターゲットだとは思うんですけれども、非常に物事の本質を見ていると思いますね。というのは行政と医療と教育、他にもありますけどね、これって社会的共通資本、コモンなわけですね。社会的共通資本というのは、例えば大気であったり、森林であったり、海洋であったり、河川であったり、湖沼であったり、そういう自然資源があり、そして交通機関とかですね、通信網とかですね、上下水道とかですね、ライフラインとか、そういう社会的なインフラストラクチャーがあり、そして制度資本として行政があったり、金融があったりですね、教育があったり、医療があったりするわけですよね。こういったものの特徴っていうのは、我々が集団として生きていく上でですね、定常的に、ね、安定的に維持されなければいけない。で、それをこういうですね、ものを安定的、社会的共通資本を安定的、定常的に維持するために必要なのというのは、専門家の専門的知見であると。これは経済学者の宇沢公文先生が言っていることですけれども、社会的共通資本の運営には政治とマーケットは関与してはならない。これ別に政治とマーケットが必ず間違えるって意味じゃないんですよ。そうじゃなくって、政治とマーケットっていうのはスピード、変化が命なんですよね。それで生きてるんですよ。それを需要にして生きている活動なんですよ、政治とマーケットっていうのは。だけど行政とか医療とか教育とか、あるいは通信とか交通網とか水道とかガスとか電気なんていうのはですね、変化してもらったら困るんですよ。ゆっくり、もちろん、ね、テクノロジーがどんどん開発してですね、ゆっくりと変化していくのは構わないけども、基本的には現在ある状態を安定的に維持しながらマイナーチェンジしていくしかないんですよね。で、マイナーチェンジも基本的には失敗が許されないんです。特に医療の場合とかですね、教育の場合そうですけども、相手は生身の人間なわけですよね。突然医療の仕組みを変えると、今の仕組みが気に入らないからもっと合理的なものに変えようと、全部根本的から変えていくっていうですね、まあ、何らかの医療についてのですね、知見があったり、まあ、思想があったりしてもいいかもしれないけども、全部変えるということは医療機関をなくすとかですね、まあ、さっきみたいに看護学校をなくしてしまうとかですね、結果的にそれによって医療が良くなるんだと言ってもですね、結果的に医療システムが完備するまでっていうのはタイムラグがあるんですよ。何年間かですね、病床を減らしていって、結果的に医療についての疾病が減っていって、ね、医療の予算を効果的に使えるようになって、その何年か後にですね、素晴らしい医療システムができるにしても、そこまでの間っていうのは医療機関なくなるわけですよね。それは、ね、その時に医療機関がきちんと機能していれば助かった人が助からなくなるわけですよね。医療とかって生物、生身の人間を相手にしているわけですから、大きな変化をしてはいけないんですよね。継続性、安定性ってのが一番大事なわけです。生身のそこにいる住民たちの生活と命を守っていくってことが最優先であって、効率的とか合理的ってことは二の次なんですよ。それは学校も同じで、学校教育が気に入らないと、ね、教師たちに教育力がない、教師たちのなんか政治的な信念が気に入らないんですね。これ一気に教育制度を変えていく、ね、これまあ今大阪で起きていることですけどもね、大阪の教育ってはっきり言って破綻してますよね。なんで破綻したのか、それは分かりますか。それはトップダウンにしたからですよね。トップダウンで全部の教員たちにですね、トップの、まあ、市長の言うことに従いなさいと。それは確かあれですよね、橋本府知事時代かなんかに卒業式、入学式における国歌斉唱があってですね、その時に、まあ、ちゃんと歌ってるかどうかチェックするっていうのがあってですね、で、歌わない人間に関してはですね、これ処分して、場合によってはまあ退職を強いるということがありましたけれども、その時にですね、これは政治イデオロギーでは何も関係もないと言ったんですよね。これは組織マネジメントの問題であるって言ったわけですね。で、それ聞いてね、結構みんながね、ああそうなのかと。とにかくね、その国歌を歌うことがの是非じゃないんだ、問題はって。決まってることである以上はそれはやるべきだろうと。
則として公的な規則として決まっていることを実施しないということというのは、これは組織マネジメント上許しがたいことだというふうにですね、当時の橋本府知事が言ったときにですね、多くの人がですねうなずいたわけですよね。問題はルールの中身じゃないんだって、ルールがある以上それをどう守るかということだということをですね言ったんですけど、僕その時に本当になんという危険な思想が語られてるんだろうと思ったんですよね。これって今にして思うとですね、こういうようなですね組織、こういうような日本を作ってしまった一番出発点にあった時、ある種の宣言ですよね。上位者が命令を下した場合にですね、その命令の中身とは関係ないんだと。上位者が命令を下した以上、必ずそれを受け入れて実行すべきであると。それがトップダウンの組織である、それが正しいきちんと機能している組織なんだっていう新しい常識を我々はその時受け入れたわけですよね。でもその教育っていうのは別に、ね、誰がやるかって言ったら、教育っていうのは現場の教員がやるわけですよね。現場の教員たちがどうやってですね新しい教育、教育的情熱に駆られて自分なりのそれぞれのですね教育的な方法を開発していって、子どもたちと実際接していって、教育活動を行うのは現場の教員なわけですよね。だからもし教育政策にですね最優先の課題があるとすれば、どうやって現場の教員たちが元気になってくれるか、どうやってもっと機嫌よくなってくれるか、どうやって創意工夫をしてくれるか、言ってしまうと、どうやって現場の教員がオーバーアチューブメントしてくれるかってですね、自分たちに与えられた、ね、こんだけのことをやってくださいねっていうですね基本的な給料分の仕事があるとすると、どうやって現場の教員たちに給料分の仕事以上の仕事をしてもらうか、100の仕事、100の能力の人に120、150、200っていうですね、その仕事をしてもらうためにはどうしたらいいか、これが本来、組織管理する人間のそれが仕事ですよね。言われた通りのことをしろっていうのはですね、一見すると合理的に見えるかもしれないけども、組織ってそれで死んじゃうわけですよね。実際にね、教育の場合っていうのは子どもたちと顔と顔を向き合わせてですね、日々教育活動を行っているのは教員たちなんかだけども、教員たちにですね組織マネジメント上の必要ということでですね、この10年間ぐらいですね、官僚も、ね、公務員もそうでしたし教員もそうでしたけども、行ってきたことっていうのはですね、屈辱感を与えることですよね。誰がボスなんだと、ボスの言うことを聞かなきゃいけない、ルールが決まってるんだ、自分は選挙で選ばれた、選挙で選ばれて付託されている、権力を付託されているんだから、それに対してですね、あなた方は従うべきであるというですね、それ、そう聞くとすごく常識的に思えるんですけども、それって非常に表面的な組織理解ですよね。問題は今そこにある組織をどうやって生かすか、どうやって活動的にしていって、どうやって豊かなものをもたらしていって、ね、実際に自治体の場合であったり教育の場合であったり、ね、医療の場合であったりして、それ受益者がいるわけですよね。どうやって、ね、受益者たち、ね、行政の受益者は住民ですよね、医療の受益者たちというのは病気になった人たち、怪我した人たち、教育の受益者というのは子どもたちですよね。どうやってこの人たちがより幸福になるのか、より、ね、充実した人生を送れるのか、より自尊感情が持てるのかということが組織の存在目的であって、どうやって管理されているかなんてことはどうだっていいことなんですよ。本当に第一次的に考えるべきなのっていうのは、何のためにこの組織は存在するのか、いかなる良きものをこの世にもたらすためにあるのかであって、組織はどのように合理的効率的にルールにのっとって管理されているかなんてことはどうだっていいわけですよ、本当に。だけど維新の政治っていうのは、ね、これが言ってしまうとね、新自由主義の本性っていうか、みんながそれ拍手喝采したんでしょうけども、徹底的な組織マネジメントを行う、トップダウンでですね、上位者の命令に関しては必ず従わなければいけない。それはもうこの十何年間維新が徹底してやってきたことですよね。自分たちの意に沿う人間たちを重用して、イエスマンたちをどんどん重用していって、少しでも異議を唱える人間ですね、そもそも、ね、オーダーがあった場合にその命令にどんな意味があるんですか、一体これがどのような良きものをもたらすかっていうタイプの
問いかけに関しては一切答えを与えない、そういうことを、ね、異議申し立てをした人間、ね、反問してきた人間は全部排除していくという形でですね、イエスマンだけに固められたネポティズムの組織を作ったわけですよね。これは、まあ、安倍政権時代の官邸政治と全く同じですよね。イエスマンだけを投与していって、ね、直言する人間はどんぶん左遷していくという形でですね、トップダウンの組織を作ったわけですけども、でもね、このトップダウンの組織を作る、さっきもね、リーダーシップとトップダウン違うということを中山先生おっしゃってましたけども、トップダウンっていうのは本当に良くないんですよ、実はね。いろんな意味でいけないんですけども、一つはですね、これあんまり言ってませんけども、ある組織がトップダウンであることを確認する方法って一個しかないんですよ。それはトップが全く意味のないタスクを 発注するんですね。全く意味がない指示を出したときに、それが末端までパーッと通るっていうのはトップダウンなんですよ。意味がないタスクっていうのは、普通どっかの段階で、ちょっとすいません、今こういう指示いただきましたけども、これ意味がありませんよ、あれ有害ですよ、ことを言う人がいると、これ止まっちゃうわけですよね。止まったり、ね、差し戻されたりですね、するわけですよね。だから、つまり、あるルトップのオーダーが下まで行く過程で、ところどころでですね、違う判断基準を持った人たちが来てですね、それに対してある程度の価値評価を行っていって、通すべきものか通さないべきものかをそこで自主的に判断することがあると、トップダウンにならないんですよ。トップダウンの組織であることを確認する一番いい方法っていうのは、例えば本当に全く無意味なメッセージみたいなものを末端まで送っていく。誰もそれをですね、怪しまずにですね、誰もそれをね、上にも差し戻さないで末端まで伝わっていったとすれば、その組織はトップダウンなんですよね。上位下達のですね、全員が流れるように、ね、指示に従う組織なわけですよね。でもそうやってですね、イエスマンシップというものを基準にして人事効果を行っていってですね、何を言われても上位者の言うことは全部はいはいはいと聞いてすぐ下に流す人間ばっかりをで組織作ろうとしていったらですね、定期的にこれをしないといけないわけですよね。定期的に、まあ、あとからレギュラーに常に無意味なメッセージを下に流し続けていって、それが末端まで通るかどうかということをチェックする。イソジンとかガマガッパっていうのもそれの代表的な例なんですけども、でも一番大きな例っていうのは大阪都構想ですよね。大阪都構想というのは要するに、まあ、府と市の二重行政というものをです、ね、不合理だから一つにするんだけど、2つの行政単位があって、それぞれ違うレギュレーション、違う判断 です、ね、それぞれの住民に関してサービスを行っていくというのは端的にいいことなわけですよね。いろんな視点からです、ね、立体的に住民の生活を見ていって、それぞれがそれぞれの政治単位として行政単位としてできるサービスを提供していく、その方が取りこぼしがないに決まっているわけですからね。住民の幸福、ね、福祉ってことを考えたら、住民生活をケアするような行政単位っていうのは多様である方がいいに決まってるわけですよね。それは確かにそうすると多様であれば、ね、組織がたくさんあるわけですからコストかかるんですよね。行政のコストはかかる。でも行政コストってのは要するに住民サービスってことなわけですよね。ところがね、ふとした2個あると二重行政で無駄が多いからっていうんでですね、こう一つにまとめるっていうふうに言い出したら、みんな無駄がなくなるのはいいことだっていうふうにですね、管理コスト、組織管理コストっていうのがね、削減されていくっていうのは端的にいいことであると。組織が合理、まあ2つの組織があったりするとトップダウン効かないわけですよね。トップが2人いるわけですからね、必ずどっかでですね、合意形成しなきゃいけない、すり合わせとか合意形成しなきゃいけない。でも今の、まあ、新自由主義、まあ、特に維新の政治っていうのが端的にそうなんだけども、この人たちって合意形成大嫌いなんですよね。すり合わせっていうのがですね、合議、対話、熟議ですね、妥協とかですね、大嫌いなんですよね。とにかく、ね、私はこう思う、意見が違う、だったら勝負っていうですね、で、まあ、選挙をやる。で、51対49で51だったら正しかった、勝った。49の方の言い分は一切認めないっていうですね、まあ、これ安倍菅政治もそうなんですけども、ある時期から日本の民主制っていうのがすごくそういうものになってきてしまった。でそのトップダウンでですね、その効率的で合理的な組織を作ろうとすると、とにかくそのね、頻繁に定期的に無意味なオーダーを出し続けていって、それが末端まで貫徹するかどうかっていうのをずっとチェックしていくわけですよ。で大阪都構想ってのはまさに、大阪都構想ってのはそんな意味があるとっていうことは、多分
その提案した彼らも分かってたと思うんですよね。だって大阪都構想って、ね、行政の効率を上げるために10年間やってるわけですよね、都構想って。ずっとそれによってですね、とんでもない数の会議を行って、とんでもない数の書類を作って、その先住公務員を通ってですね、でもってなんかミーティングやったりとかですね、で住民投票やったりして、とてつもない数の行政コストを浪費してるわけですよね。大阪都構想ってまさにね、都構想自体が行政コストをドブに捨ててるみたいなものなんですよね。でもその目的っていうのが行政コストの無駄をなくす、コストの無駄をなくすっていう目的のためにですね、膨大なコストを本当に全く無意味に投じんしてるわけですよね。でもね、それ多分そのことにね、ご本人たちはある程度気がついてると思うんですね。この無駄な構想ですね、つまり権力者っていうのは必ずですね、無駄なことをするんですよ昔からずっと歴史的にそうなんですけどもね、絶対的な権力を持ってる人間っていうのは自分の権力を保持するときにですね、壮大な無駄をやるんですね。でそれ都構想もそうですし、カジノもそうなんですけどもね、無駄だって分かってるんですよ。無駄だって分かってるけども、無駄なプロジェクトを立ち上げて、壮大な無駄なプロジェクトを立ち上げて、それが実行される時に初めて自分の権力を実感できるんですよね。だってそうでしょ、すごくね、良いプロジェクトを考えて、これをやるとみんなが幸せになる。でそれね、命令された公務員たちも素晴らしいプロジェクトですねと言って喜んでですね、もう一生懸命ね、その実現のために取り組んでくれて、ね、ニコニコ笑って仕事をしてですね、でそれが実現されたらみんなからありがとうって言われて拍手喝采っていうね、そんな仕事を部下に押し付けたって上司は全く全能感ないですからね。自分が、ね、命じた仕事で部下が苦しむんですね、無意味さに苦しん、その時に初めて官僚組織ではですね、上の人間というのは自分の全能感、自分には権力があるということを実感できるわけですよね。だから自分がトップダウン組織の上の方に行ってですね、十分な権力を持っている、自分はある程度です、ね、この組織をコントロールできているんだということを確認しようと思うと、その人間的な感情というのは必ず無意味なタスクをオーダーするという形で出てくるんですよね。あるいはもっと有害なタスクですね、普通の人間には耐えられないようなタスクを課すことによって、それを受け止めて自分の身を削ってまで、命を削ってまでそれを実践する人間を見ることによって全能感を感じる。それはね、財務省の赤木さんの事件なんかも本当にそうですよね。あとこの間ね、 JOC の経理の方が亡くなりましたけども、あれのニュースを見てですね、青ざめて足が震えたっていう人はね、僕 JOC いないと思うんですよね、はっきり言ってね。そうなったかと思ってると思いますよ。例えばそのね、ラミーヌ・ディアクに送った2億3000万とかですね、ああいうものを隠蔽しろとかですね、そういうことを、そういう命令が来てるわけですからね、その人たちも本当に苦しんでるわけですよ。でもそういうですね、普通の人間だったらそれはできません、そんな命令には応えられませんと、私それも警察に訴えますとかですね、いうようなことをね、言わないっていうことにおいて組織が健全に機能してるっていうですね、上位者の命令に従うと、どんな理不尽な命令でも従うというですね、そういう組織を作り上げたっていう全能感と満足感を得てるわけですよね。だから定期的にですね、ああいう形でですね、耐えられなくなった人たちっていうのがですね、そこから脱落していくっていうのはある種感情に入ってるってことです。計算済みってことですよね。だからこれからもですね、カジノいろいろ先ほどね、中山先生がいかに実現不可能で無意味かというふうにおっしゃってましたけども、実現不可能で無意味だからこそ絶対にやると思いますね、やり続けると思うんですよ。もちろん最終的にですね、どっかでパンクすると思うんですけども、もう壮大なですね、負債とかですねをあちこちに残して、多くの人にですね迷惑をかけまくった末に空中分解していくまで必ずやります。で大高と、ね、都構想も、今回潰れましたけども、また条例でやると、また結局必ずですね、多くの人が反対するようなですね、公務員の多くがですね、非常に不幸な顔をするような改革を次から次へと必ず思い出してやると思いますよ。思いついて、だってそれは何のために不や死があるかっていうことよりも、自分たちが権力的な組織を作った、トップダウンの組織を作った、株式会社みたいな組織を作ったっていうですね、そのことについてですね、それが目的なんです。でなんでそんなね、ひどい組織を作って平気で選ぶのかっていうと、信じる主義の方たちっていうのは、全ての組織は株式会社のようでなければならないって信じきってるんですよね。で実際には多くの大阪の市民府民もそう思ってるんですね。
すべての組織というのは株式会社のように組織化されるべきである。トップがすべてを先端していく。要するに従業員の意見なんか聞かない。トップが全部決める。経営方針全部決めていく。どういう商品を展開するか、どこに店舗を作っていくのか、どういう CM を打つか、全部トップが決めていく。なんでトップに全権を委ねることができるかというと、それはトップの経営判断が正しかったか間違ったかということはマーケットが判断するからですよね。どんなにワンマン社長でですね、粘っていても、その人が、ね、その人の経営方針で行ったあるそのアクティビティがですね、のせいで商品が売れなかった、売り上げが落ちたんですね、株価が下がったっていう、これはマーケットがあなたの経営間違っていましたよということをですね、まあ、査定するわけですよね。でそしたら普通はそこでですね、あの株主総会で CEO はクビになるわけですよね。クビと交代。つまり株式会社においてトップに全権が集中して平気でいられる理由っていうのは、この人の失敗っていうのはすぐに可視化されるからなんですよ。マーケットがすぐに判断を下して、でマーケットは間違えないっていうのはビジネスマン全員にとっての共通ルールなわけですよね。でこれを例えば自治体にずらして持ってきたわけですね。でもじゃあ自治体におけるマーケットって何かってことですよね。よく考えたら分かるんですけどもね、自治体があることをしていって、その人たちが行った政策が正しかったか間違っていたかっていうことっていうのは、判定する基準っていうのは最終的には住民がどれぐらい幸福になったかってことですよね。どれぐらい、ね、住民サービスの質が上がっていって、ね、人々がその社会的共通資本であるところの、ね、行政によってどんな恩託を被っていってるか、まあ、それが結局はですね、政策の成否を決定する基準であるべきなんだけども、維新の人たちってのはすっごい賢くってですね、住民の満足なんていうのは主観的なもんだしね、あまりに長期にわたってですね、あの時間かかる、まあ、査定も科学的に査定ができませんからね。マーケット何かって選挙だ。選挙で、ね、多数を取って、選挙で勝ったらそれは我々が選択した政策が正しかったということをマーケットが認知したということであると。営利企業において商品出したり店舗展開したりと同じで、それによって売上が上って株価がどんどん上がっていったと同じで、あることをやった、まだある政策をやった、その後一月後ですよね、まだその政策の結果なんか出てなくても、その時の直近の選挙で、次の選挙で多数派を取ったら、それは政策が正しかったということを人々が認知したことであるというですね。これ、まあ、ことにあの悪魔的な知恵だと思うんですけどもね、最初の大阪都構想の投票が終わった後にですね、当時の、橋本市長だったんでしょうかがですね、あの大阪都構想今度住民投票負けましたね、でご感想はって聞かれた時にですね、あの負けたっていうことは間違っていたってことですって言ったんですよね。僕らが間違ったってことですって言ったの、僕はちょっとねテレビ見ながらですね驚嘆したんですよね。違うだろうって、ただ票が少なかったってだけであって、そういう政策の成否に関して言うと、これ実際にやってみた場合にどういう結果だったかしかわからないわけで、もしかしたら大阪都構想で正しかったかもしれないわけ で正しいと思ってやってたわけなのに、ちょっと票が僅差で負けたってだけで間違ってたって言い出したんですよね。でこれは危ない思想だと思うんです。それは全く同じように僅差で、ね、勝ってたら負けた相手を間違ったっていうことですよね。でも成否っていうのは投票では関係ないんですよね。近くの投票でどっちが多数派だったかっていうことによって政策の成否は決まらない。政策の成否って実際に実行して、その結果何年後かに何が起きたかっていうことを客観的に数値的に見て初めて分かるわけですよね。でも維新の人たちってのはですね、本当にそこら辺は僕は ある種スマートだと思うんですけどもね、自分たちが行ってきた政策の成否の判定っていうのはその政策の結果じゃないと、その政策が今有権者にどういう印象を与えたか、現実じゃなくて幻想なんですよね、イリュージョンですよね。みんながいい良さそうな感じがする、うまくいきそうな気がするっていうふうに、なんとか感っていうふうにですね思ってくれたら、それが政策の成否を決定する最終的な基準になるんだっていうですね、
全く新しいルールを押し込んだわけですよね。でもこれある意味でですね、その、まあ、有権者たちのマインドにこうフィットしたわけですよね。その政策を転換していった時にね、この政策どうだろうって時にですね、まあ5、6年しないとちょっと分かんないですねって言われるんじゃ嫌なんですよね。すぐに分かりたい、物事の成否をすぐに判断したいですね。すぐに点数がついてほしい、まあ、そういう非常にだから、まあ、現代の有権者っていうのはいらちなんですよね。自分が目の前だとにかくですね、まあ、マーケットに慣れてますからね、株式会社のですね、あの経営行動に慣れているので、それに準拠して政治とか医療とかですね、学校教育もそうやってやると。学校教育の結果なんて本当に出るのって30年先なわけですよね。30年先に立派な市民が育ってくれて、彼らのおかげでですね、すごく国がきちんと機能していてですね、でみんながね、それなりに経済も良くて、文化的な発信力も高くって、人々の市民生活がみんなが自尊感情を持って豊かに暮らしているっていう結果を見たときに、ああ30年前の学校教育はあれで良かったんだなっていうのが分かるわけであって、1年2年で分かるわけないんですよ。でもみんな、ね、すごく今の人たちっていうのは気ぜわしいでしょうかね。すぐに結論を求める、でも結論が出るわけない、出るわけがないから選挙結果がイコール、ね、有権者の審判であり民意の判断であり、民意の判断ってのはマーケットだ、株式会社が、ね、全ての経営判断の成否をマーケットに委ねるように我々は選挙に委ねる。だから吉村さんがああやってテレビ出まくるのってのはそうなんですよ。あんなことする暇があったらコロナ対策すればいいんですけど、違うんですよ。コロナ対策をしているように見えればいいわけですよ。あれ有権者にアピールしてるわけですよね。自分の次の、ね、あの知事選の対抗馬の人ってのは今テレビ出てないわけですからね、多分ね彼ほど出てないわけですからね、圧倒的に彼の方が有権者に対してアピールして何かしてるような気がする。だからいや本当にそうなんですよ。実際にあの、ね、知事室に戻っていって、官舎に戻っていって、あの一緒に会議やったりですね、一緒にこうデータをチェックしたりですね、あの適切な指示をしたりとかした方がコロナ対策としてはいいに決まってるんだけども、それはどうだっていいんですよ。問題は次の選挙なんです。次の選挙でもしですね、過半数の人が彼に投票して松井さんに投票したりした場合はですね、我々のコロナ対策は正しかったと民意が下ったっていうことになるわけですよね。だから実際に医療について具体的に何かね、府民市民を救うために何かやるってことよりも、やってるように見えるっていうことの方が優先するのは当たり前なんですよね。だからあれ計算づくなんですよ。別にあの必死になってやってるわけじゃなくて、あれがデフォルトなんですよ。でもね、それ許してるのは有権者ですよね。有権者だってそれは嬉しいですよ。本来であれば政策が正しかったか間違ったかっていうのは長期にわたるですね、歴史の淘汰の中でしかわからないんだけども、決めるのはあなたですって言われてるんですよ。いいんですかってですね、政策の適否をあなたが決めていいんですよ。いや本当そういうのってのは専門家がきちんと精査しないと分かんないんじゃないですか。専門家がきちんとしたデータに基づいて5年10年かけないと分かんないはずの政策の適否の判断を有権者があなたに委ねますって言われてるわけですからね。だからすごいものすごい仕組みなんですよ。有権者に全能感を与えておいて、あなたがマーケットです、マーケットは間違いないんです、あなた間違いないんですって言ってるわけですよ。であなたの判断が全部決めるんですっていうわけですからね。これはね、有権者喜んじゃいますよね。でもね、こうやってですね、あの本来であればね、長期にわたる専門的な精査によって、ね、事の成否を決めなければいけないさまざまな問題ですね、自治体が抱えている行政の問題ですね、医療の問題、福祉の問題とか、ね、教育の問題とかたくさんありますけどもね、それを非常に短期的にですね、気分で決めていいと、気分で判断するというですね、このですね、やり方っていうのがとっても大阪のですね、いらちな大阪有権者にですね、ジャストフィットしたってことなんでしょうね。で、同じことはもちろん日本中でこれからですね、どんどん起きてくると思うんですけれども、この仕組みですよね、まあ、非常にある種こう悪魔的な仕組みですけどもね、みんなのね、有権者たちのこう、なんでしょう、政治に対する関心っていうのをですね、うまい具合に盛り上げていってですね、そして決めるのはあなたですっていう形ですね、有権者にある種の全能感を与えていく。
結果的にですね、その仕組みが回っていると、その結果ですね、実際に自治体の仕事ってのはどん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 空洞化していって、結局ですね、トップダウンの組織を、こっち側ではトップダウンの組織を作って、でトップダウンの組織っていうのは、権力と無駄は相関するっていうね、これ自分に大事な法則なんですけども、権力と無駄は相関するんです。組織のトップが権力的であろうとしたら、必ず無駄なオーダーを出すんです。意味がない仕事をさせるんです。そうじゃないと分かんないからですよ。意味がない仕事を命令して、それをはいはいってみんながやるから全能感があるわけであって、意味がある仕事って命令しても何の全能感もないです。でかつてね、アメリカ大統領、例えばそのオバマさんという人がですね、8年間も大統領にいて、世界最強の、当時における世界で最も大きな政治権力を持ってきた人でしたけども、僕らは彼を権力者というふうに思わないわけですよね。というのは彼の出す政策というのは基本的に合理性があったからですよね。予見可能性もあったしですね、自分の政策はですね、そのどういう形で誰にどのようにしてですね、利益をもたらすのか、どういうデメリットがあるのかということをきちんと計算した上で政策を展開していたので予見可能だったしですね。でもその後トランプさん、トランプに対して我々は圧倒的に、あ、この人は権力者だと感じるわけですよね。すごい全能性を彼自身も感じてたはずだし、僕らも感じたわけですね。あるいは威圧感を感じたり恐怖を感じたりしたわけですよね。それは彼の出すオーダーがですね、多くが無意味だったからですよね。全く意味のない指令を出した、有害な指令を出した。でも彼の出す有害で無意味な指令っていうのを、ね、その彼の巨大なですね、アメリカ政府の政府機関はしばしば受け入れざるを得なかったんです。そういうもんなんですよね。だからこれとっても大事なルールなんでですね、覚えてほしいんですけども、組織をトップダウンにきちんと効率的合理的に再編しようとすると、必ずイエスマンを投与していって直言する人間を排除するっていうことになります。でイエスマンシップを持って能力に変える、人事効果の基準をですね、イエスマンシップにして能力を見ないことになると、もちろん組織自体全体として無能な人間によって占められるわけですけども、そんだけじゃないです、ね、そのトップダウンの組織を維持するために間断なく上は無駄なタスクを課していく。これはね、避けられないんですよ。無駄なタスクを出しているトップの人間も無意識にやってるんです。時々なんとなくですね、俺は本当に全能なんだろうか、ちょっと全能感確認したいなと思うのでちょっとやってみる。それは必ずね、であのね、デビッド・グローバーのブルシット・ジョブっていうのがありましたけども、これは明らかですね。トップダウンの組織であればあるほどブルシット・ジョブが増えるんです。間違いないです。これは民主的な組織っていうかですね、みんながなんかね、点で勝手にそれぞれのレギュレーションでやって、なんとなくこう経験的なことをルールでぼんやりやってるところっていうのはですね、これブルシットジョブ発生しないんですよね。自分でこれは意味があると思う仕事をみんなやってるわけですからね。上から命じられたですね、全く意味がない仕事、ただそのイエスマンシップを点検して査定して点数つけるためだけにやるような、その無意味な仕事ってのは来ないんですよ。僕はあの大学にいたんでよくわかるんですけどもね、文科省から来る指示っていうのは8割ぐらいが意味がないんですよね。本当にもっとかもしれない、全く無意味なオーダーがどんどん来るわけです。これはやれあれをやる。それって要するに何見てるかというと忠誠心見てるわけですよね。で全く無意味なオーダーを律儀にやったところにですね、助成金がどんとつくわけですよね。そうなんですよ。ブルシットな方がお金もらえるんですよ。これ意味がないんじゃないですかっていうと助成金削られるんですよ。僕はあの大学にいた頃ですね、シラバスっていうのがですね、文科省からもっと書けって言われてですね、これ嫌だって言ったんですよね。当時教務部長だったのでですね、あんな書かなくてよろしい、こんな意味がないんだからって。そしたらですね、ガンと削られたんですよね、助成金。僕らにあるね、その仕事させるんだったらこれはこういう意味がありますよ、シラバスを、ね、きちんと書くとね、こういう教育効果がありますよ、そういうデータが残ってますよってですね、見せてくれたらあやりますだけども、実際に自分たちで、ね、統計取ってみたらですね、シラバスって教育効果と何の関係もなかったんですよね。全く無意味だったわけだから、こんなものに時間かかることはないよって言うんで、やらなかったらガサッとお金削られたんだけど、その時にあこの人たちっていうのはむしろ無意味なオーダー出してるんだなって分かったんですよね。無意味なオーダーだけどもそれをやる学校っていうのはいい学校なんですね、素直な学校で。ちょっと待ってください、これおかしいんじゃないですかって、きちんと頭を、ね、自分の頭を使って知性的に判断して文科省の、ね、横断に対して文句言うところっていうのは悪い大学ってことなんですよ。これは潰すっていう。
うん、そんなことしていったら、ね、どん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 、ね、自分の頭で物を考えないって知的な判断をしない人間ばっかりがですね、大学人として残っていくわけですよね。現にってそもそもなってるんですよ。今の日本の大学っていうのがですね、ここまで落ち込んでる理由っていうのはそれのせいですよね。そうやって今もうね、その維新だけじゃなくって国を挙げてですね、そういう非常に無駄なことをやっている。で、無駄なことをやっていて、それをですね、なんて言ったらいいんでしょう、努力してやってるってことですよね。で、それにね、その中で多くの人たちがですね、その無駄なことを命令されて、意味がないこと、無意味なことを命令されて、それをね、粛々とこなしていくと高い評価、勤務効果が上がって出世していくっていうのが分かったわけで、今の日本社会ってそういう人たちで埋め尽くされようとしてるわけですよね。それプラス維新の場合はですね、有権者にですね、ある種の全能感を与えようとしている。それも非常にうまく機能している。だこういうですね、維新が成功してきた、この10年間ですね、維新が成功してきたことにはですね、実際にそのね、かなり複雑なですね、社会全体の大きな流れ、心理の集団的な心理の変化とかですね、我々が共有しているですね、無意識的なある種のイデオロギーですね、そういうものが深く関与しているわけです、ね、それをでも丁寧にやはりですね、ふ分けしてほぐしていってですね、どうして維新を人々を支持するのかということをですね、その客観的にですね、検証してそれを提示していくっていうですね、そういう作業がやっぱりしていかないとなかなかですね、この流れを食い止めることっていうのは難しいだろうと思います。はい。ありがとうございました。内田達郎さんからのお話でした。さて、維新政治、また国政も含めての問題点、これまで、中山徹さん、内田達郎さん、西谷文和さんから、3人の方のお話で振り返ってきましたけれども、3人のスピーカーの方に改めてお礼の拍手をお送りしたいと思います。ありがとうございました。それではこれらのお話を踏まえまして、行動提起と、閉会の挨拶を合わせまして、藤永信代さんにお願いしたいと思います。藤永信代さん、大阪市民ネットワーク子どもの貧困問題大阪ネットワークでも、活動されていらっしゃいます。私はちょっと閉会の挨拶というより大事な行動提議をしなければなりません。一つのお願いは、今日3人の方から、鋭い指摘をいただきました。よかったわ、よわかった、ほんまよかった、これで終わってほしくないのでございます。この中身をぜひですね、皆さんに拡散していただきたいというふうに思います。広げていただきたいと思っています。中山先生はやっぱりですね、これからの流動的な政治の中で野党共闘、特に大阪の、ね、野党共闘大事で、この大阪の維新政治の全国化をどうしても止めなあかんと、それできるのは私たち大阪市民かなというふうに思っていますし、西谷さんはですね、身の危険を顧みずズバリと問題をね指摘されて、彼もね守る会作らなあかんと私は思っているんですが、ぜひこの中身を YouTube ですので広げられますので、広げていただきたいなと思います。それから内田先生のね、私本当にねトップダウン論我が身が経験しましたので、本当にそうやそうやと思って、そのトップダウンで無意味なこと流れていくのおかしいんちゃうのって言ったらね、その人は排除されるんでございます。私本当にね、もう今内田先生の話聞いて、まあなんか生きててよかったなとそういうふうに言ってくれはる人もいてて、生きててよかったなとすごく思ったんですね。このお三方の講演の中身をぜひね、大阪でこういう政治をやめさせるためののろしとして頑張っていきたいと思いますので、拡散のほどよろしくお願いいたします。それから今日みたいなリモートを中心とした集会をね、まだ7月8月とやって、9月17日の大集会につなげていきたいなというふうなふうと思ってるわけです。でその時にたくさん来ていただいてね、そしてみんなでもうこういう政治におさらばしようと
いうのろしを上げる大きな集会にしたいなというふうに思っています。でご連絡させていただきますので、ぜひまた YouTube での、ね、ご参加お願いをいたします。最後に今日の私の訴えの中で一番大事なことでございます。私たちはスポンサーなし、まあ、一部中野さんに、ね、いつも場所タダで貸してもらったりね、頼っているんでございますが、それ以外はみんなスポンサーなしで、それぞれの市民の常在でやっております。でもぜひカンパをお願いしたいのでございます。私も率先してね、もう夏のワンピースもうちょっと欲しいな思ったけどやめます。やめてそのお金をカンパしたいな、カタカタマサコちゃんも多分そうしてくれると思ってるんです。今日は本当にご参加いただいて、いいお話も聞かせていただいて、先生たちもご苦労をおかけしましたがありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。ぜひこちらの方をご覧いただきまして、まあ、こういった面からもご支援お願いできればと思います。あと藤永さんからもご紹介のありました動画の普及ですね。本日の動画見られるようになっていますので、ぜひ周りの皆さんに広げてください。多くの方に知っていただくことで大阪は変わっていくことができます。市民連帯集会は9月17日金曜日午後6時30分 L 大阪を予定しています。ぜひ皆さんもご予定お願いいたします。私もまた次司会でお会いすることになるかと思いますので、ぜひ皆さん次もお会いしましょう。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。